まずは一服しようや。杉浦にも電話するんだったろ。ああそうだった。まさかあいつが同業者になるなんてな。俺らの背中に憧れたんだろうよ。もう用事は済んだの、八神さん。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう、八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。うん、なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。わかった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね、ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど、駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日カイトさんも来るでしょ。ああ楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよね。俺もだ。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。お前らのせいだ、お前らのせいだ、あの
横浜99かと。ああ、中華街の方じゃねえんだな。ついでにうまいもんでも食えると思ったのによ。そっちもこれから好きなだけ行けるって多分。つくもんとこまで少し距離あるぞ。タクシーで行くか。それもいいけど、ちょっと歩いてみよっか。初めての街だし。悪くねえ考えだな。ったく、時間食っちゃったよ。行くぞ。ありがとうございました。しばらく寝とけっての。行くぞ。タボ、どこ行っと。そうだった。
らっしゃいませ。ありがとうございます。いい加減にしろや。時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。お、行くか。その調子だ。ったく、時間食っちゃった。行くぞ。何？何見てんの？しばらく寝とけっての。出発するか。
おい、タボ。今家を出たところなの？あとどれくらいでこちらに着くんだよ。ったく、時間食っちゃったよ。お、行くか？おっと。しばらく寝とけって。出発するか。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございます。いい加減にしろよ。よう、ちょっと待て、タボ。ん？あれ見てみろ。なんだ、勝手に何撮影してんだ。やめなさい。なんだよ、別にいいじゃん。撮影禁止とかどこにも書いてねえし。とにかくよせ。だからなんだよ、理由は俺らの自由っしょ。あ、おい、倒したろ。お前が今倒したよな。いや、風だって。風で倒れたんだよな。うん、風今ビューって吹いたよ。だから取るなって。最近のガキはやり口が可愛げねえ。同感。
観光気分も台無しだ。じゃあ考えてることは一緒か。確かめてみる。いやまた言いがかりっすか。あんたおかしいって。おっさん、お前らな。出ましたね、お前、お前ら。そっちこそ何様なんすか。え、店の前でたむろされちゃ邪魔だって、そう言っただけだろ。他のお客さんに迷惑だから。今のは編集でカット。へえ、そのスマホ新しいやつ。ちょっといい。なんだよ、カメラ綺麗に撮れるんだね。親に買ってもらった。キャッタ、今あいつ榊を。そんなわけないじゃん。それよりこのスマホちょっと汚れてない？貸してみ。あ、返せよスマホ。スマホね、返して欲しかったらまず倒した看板直そうか。マジで舐めやがって。避けてんじゃねえぞ。さっきの技はなんだよ。こっそり腕磨いてやがったな。合気道か。
そんないいもんじゃないよ。ただの我流けど、ガキ相手にはちょうどいいだろう。これ、あいつらの落とし物です。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは清涼って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど、程度が低いっていうか、子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか、そういう奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃ